んで乾杯をしましょう。ちょっと乾杯。乾杯。さあ、お手を拝借。はい、乾杯。乾杯。はい。あ、飲んでないんだよ。はい。さあ。にゃー、ね、うまい。ね、誰よりも嬉しそうですね。うん。うん。金曜日やし、ね、録画してるんで、もし顔出しが事務所で NG って方は一応ビデオをこう撮ってもらって、このビデオを切るっていうのがあるんで、ビデオの停止か、それでポチッとやってもらったら、その顔が映らないようにできるんで、ビデオの停止か、手でわーってやるんだよ。で、手でこうやってバーってこうモザイクするんです、ね、それかあとはこう声を書いてもらうか、私、この前見るんですけど、こんな感じでこう声を変える感じ。私、この間見たんですけど、どっかこやしょ。まあ、そんな感じでちょっとじゃあ、進めていきたいと思います。ステージに立ったりとか、しだして、うん、まあ、嬉しくて、こう、YouTube に上げたりとか、うん。で、まあ、SNS で発表したりみたいな、そんな中で、こう、うん、ガチャガチャ言うてくる人やっぱりいるんですね。でも流したらいいんやっていうのは分かってるんやけど、どうしてもやっぱり引っ張られるというか、そのどう対処、ちゃんと相手を傷つかんように返事はしたいんやけど、その部分がやっぱ答えが出なくて、そういうところのメンタルの切り替えなんかこういい言葉があれば教えてほしいなと思います。嫉妬されることの、まあ、根本的な理由からちょっと行こうかなと思うんですけど、君が羨ましいと思うときって自分もそれしたいときっていうことなんですよ。あ、それめっちゃわかります。そうでしょ、そうでしょ、そう。だから自分がそうなりたいことを先にやられるから嫉妬するんです。あ、勝ち負けじゃないですけどね、音楽は勝ち負けではないですけど、これはね、実はプラスに捉えていいです。嫉妬される側っていうのは、それだけ、やっぱりその人にとって、その理想になるようなことをやってると思う。それ聞かさせてもらっても、僕今、正直びっくりしたんですけど、ほんまにそうなんやなってな、最近、こう、考えることが増えて、聞かせていただきました。ありがとうございます。ものすごい第一に答えたと思いますね。人間史の思考って言葉に現れるんで。ない。はい。ない。じゃあね、おかしいやろ、それ。何これ、何これ。もうストレートやからいいやろ、これ。まあ、もう、せやな、もう、めちゃくちゃやな、もう。いいですね。はい。皆さん、突っ込んでいいですか？はい。うん、むしろ突っ込んであげてください。はい。はい、乾杯。じゃあ、今日はこんな感じでお開きにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。